パチンコスロットにご就寝の皆様、ご愁傷でございます。あのパチスロで2000万稼いだ話っていうのはね、タイトルでまあ大体想像できるんですけど、これ1年間で2000万ですよね。そうすると非常に効率が悪くて苦痛を伴っていて、面白くなくて拘束時間長くて、しかも健康に悪いということで、まあ、これ2000万じゃ安いなと思うセンスが必要なんじゃないかなと私は思うんですけどね。もちろんその方をね批判してるわけじゃないですけど、その方は楽しくてやってるんだったらいいんですけども、例えばね、あの何です、1万回回すのがすごくしんどいっていうんだったら、その苦痛を伴って時間がどんどんなくなって、でそれに応じて得れるお金っていうのが2000万で、なんかトイレに行かないために水も飲まないみたいなことをやったら、もうほとんど修行なんで、それをやるぐらいだったら、あ、自己アフィリエイト1万回やった方が簡単だなと思うんですよね。でここで何が言いたいかっていうと、じゃあ比較してどれが一番自分に適してるか、自分の望むものなのかってことを知るためには、広く浅く知るっていうのは大事かなと思うんですよ。もちろん、まあ、あのパチンコスロットで2000万って話をあの聞いてもいいと思いますし、当時出てたのが電子書籍ですよね。電子書籍のノウハウでやってもいいと思いますし、それからアフィリエイトもいい、転売もいい、投資もいい、いろいろあるんだけども、自分のライフスタイルと余剰資金と余剰時間と余剰精神ですね、余剰精神力でどれが一番向いてるかなっていうのをね判断するか、もしくはそれを塾長とかコンサルティングを受けている先生にね、あなたはこれが適してますっていうふうに教えてもらうんだらいいんですけども、あのプロダクトローンチ始まるセールスっていうのは、人の人格とか性格とかを無視して徹底的に売り込んでいくところに私はね弊害があると思うんですよ。よくその人の人格を捉えて、あなたにはこれは無理だよと、あなたはパチンコを経験してないから無理だよ、あなたは喉が弱いから無理だよっていうふうにちょっとねこう止めてあげるっていうかね、それからもっと言ったら家族とかにも迷惑かけちゃいけないですよね。あの、まあ、パチンコばっかり責めて申し訳ないんですけども、その1日の拘束時間が12時間って別にブラック企業行けばそれはいいじゃないかって話になってくるんですよね。だからね、ちょっと2000万っていう話はびっくりなんですけども、すごいなと思うんですけども、ただね、そのそれはちょっと痛いなと、なんか今改めて考えると思いますね。もちろん何も方法がなかったらそれやるかもしれませんけども、どうなんでしょうか。なんかそれはなんか人にお勧めしていい感じなんですかね。なんかね、ちょっと疑問が残るなと思いますよね。もちろん私がパチスロに対してね、あんまりよく思ってないんで、そういうことになるかもしれませんけども、何を隠そう、うちの会社だってね、スロット屋は経営してたわけですよ。スロットハウスを経営してて、パチンコ屋をやっててですね、事務所から操作してるわけですよ。事務所から操作してるんですよ、基盤入れ替えたりとか。だからそういうの見てると、パチスロットっていう人がね、すごくね、この気の毒なような気がしますね。もちろん店長になると、そのパチスロみたいな結託して売上折半みたいなね、泥棒みたいなことしてね、立件されたりしてますけども、でこれはね、あのこれも出てきますからね、怖いですからね。だからなんかこう、人を喜ばしてとか自分が楽しんでってものとはちょっと違うのかなと思っちゃうけども、まあパチンコ2000万で稼ぐのを目指す人もいるから、それはそれを選択すればいいと思いますね。まあ私はでも100年聞いてもパチスロで稼ぐってのは全然この足が踏み入れるような気がしないかなってところですね。まああの快適な環境で適度にお食事食べながら、適度に居眠りしながら、やればやるほど、稼げば稼ぐほど時間がどんどん自由になっていって、周りの人が喜ぶ、そういったものが私はちょっと好きだなと、そういうのをやりたいですね。皆さんいかがでしょうか。では失礼します。